フェンシングが本当に日本のお家芸だという、まあ、そういった競技に本当になるための、まあ、今回が一歩だったと思うので。連日日本チームが、素晴らしいパフォーマンス、まあ、メダル獲得することで ものすごいプレッシャーがあったんですけど、まあ、そういった現実から誰一人逃げずに立ち向かったことがやっぱり、まあ、今回の結果につながったと思うので、やっぱりそういった姿勢っていうところは、まあ、非常に結果もそうですけど、まあ、立ち向かった勇敢さ、まあ、それは本当自分もチームも、まあ、褒めたいなというふうに思っています。フェンシングが本当に日本のお家芸だという、まあ、そういった競技に本当になるための、まあ、今回が一歩だったと思うので、やっぱりとにかく大事なことはもう継続して勝ち続けること。まあ、正直今日の朝起きて枕元に金メダルを置いて寝てたんですけど、まあ、起きた瞬間本当にあるわと思ってしまってまあそれがすごく今日の朝のいい思い出でした。金メダリストになったっていう実感はまだそんなになくて、まあ、これからその金メダリストの実感というのは芽生えてくると思うんですけど、まあ、それを楽しみに生きていこうかなというふうに思います。